おー、本日も秀樹の言いたい放題のコーナーがやってまいりました。こんばんは。あ、こんにちは。本当に、何を言うか忘れてた。何を言うか忘れてた。いや、何を言うか忘れちゃった方がいいでしょ。今日はね、テーマはね、グレーです。気持ちがグレーなわけではございません。今日は言うとね、曇りでしたね。ちょっと晴れてきました。私の場合はね、雨の日でもね、曇りの日でも、すごく楽しめるんです。なぜかというと、これね、私の経験なんです。人生経験で、イギリスに住んでたことがあったんですね、イギリス。で、ロンドンって、常に曇りか雨なんですよ。晴れないです。だからもうこういう曇りの人はね、雨の日になるとね、ものすごくロンドンが懐かしくなって、ロンドンで住んでた日々、この寒い日にすごくロンドンのことを思い出せるんですよね。だから人生経験ってね、いろんな経験した方がいいですよね。もし経験なかったらさ、寒いな、やだなってそれで終わっちゃうでしょ。ね、ところがさ、ロンドンに行った経験が、ロンドンで生活してた経験があると、そのロンドンの経験が思い出されて、ものすごく、なんだろうな、人生に深みがあるというか、興味がある人生を送れてるというかね、それは全ても自分の、父親と母親に感謝です。ものすごく働いて裕福だったんで、うちはね、自由にやらせてもらいました。とにかく自由にやってました。申し訳ございませんでした。いや、ロンドンにいるときに、いや、金ねえって言って、ゴールドカード、ビザのゴールドカード持ってて、月80万ぐらい使ってたのね。で、金ねえって言って、いや、外国は不自由でしょうがねえって言ったの。常に金ねえ言ってましたね。その思い出がありますね。でもね、こっちに来る明細はね、月80万ぐらいの明細が来てましたね。アホでしょ。とにかく途方もないアホです。もうお金なんかいくらあっても使っちゃうタイプなんで、発達障害です、僕は。だからってあれですよ、人のお金を使っちゃったりはしませんよ。そんなことはしませんから。自分ではお店持ってたんでね。だからお店のスタッフが大変ですよ。請求書ばっかり来ちゃってね。でもね、買い物して無駄遣い してね、それはね、あれなんですよ。結局いい人なんで、洋服をね、お土産で買っちゃったりね、そういうのなんですよ。自分のものより人のもの買っちゃうっていう。本当に俺は優しい人なんだよね。まあ分かりづらいけど、人には。まあ、アディオスアミーゴ。まあ、そんな感じで、人とは揉めずに行きましょう。仲良く、明るく、元気に、気持ちよく、人を許す心。すべて許してます。本当は。でも、許せないこともありますよ。例えば、大事な人、母親とか娘とか、家族、そういうものに危害が加えられるようなとき、それはもう体を張ってでも守らなきゃダメです。それ、靖国神社に、ね、行けばわかります。特攻隊がそうしてました。敵を恨んでません。家族を守るためにみんな行ったんです。悲しい歴史です。では、アディオスアミーゴ、良い一日をお過ごしください。今日はグレーです。これほら。たーっと生まれてくれです。とにかく寒いね、今日は。